日本では毎年のように台風などの災害が発生しています。強い風によってビニールやトタン、樹木などが電線に引っかかり、長期間の停電になる場合があります。切れた電線や電線に物が引っかかっているのを見つけたら、東京電力パワーグリッドへご連絡ください。なお、切れた電線には絶対に触れないでください。ご連絡は24時間受けたまわっております。 LINE のお問い合わせからご連絡いただくことも可能です。皆様、ご協力をお願いいたします。電気を守る、安全を守る、東京電力パワーグリッド。